いらんからふて、ゆぶチャンネルの山口と、あやーぶーす、ということで、シナの家に行きましたけれども、実家です。まあ、夏休み恒例企画ということで、あ、俺の中のね。初めて聞いた。去年やったっけ去年やったよ。北天の丘、網走湖、鶴ヶリゾート。あー、やったあったし、知床のホテルも泊まったんですけど、俺の中で夏休み恒例企画、北海道の田舎に行こうシリーズ。で、今回選ばれたのが、網走です。ほぼ変わらんやん、知れとこやん。2年連続で網走監獄行って2年連続でオホーツク流氷館行って監獄に誰か知り合いんだ面会しに行ったではないんだけどまあ網走もね、ホテル結構あるんですけど、はいはい、まあ主にどちらかというとビジネスホテルかというよりは、うん、まあ旅館とかそういう系のホテルが多いです。しっかりとした作りのやつがね。そうそうそう。で、今回泊まったのが、名前はホテル網走湖荘というところで、網走湖ってあるやん。網走湖だったんですね。あ、そこからあのサロマ湖とかで。あ、サロマ湖とかの同類の、網走にあるから網走湖。そこの本当ほとりにあるホテルです。うん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 、で、この網走湖荘、創業がえぐいことになってて、1948年創業。え、すごい。2で割り切れるやん。そこかい。大体そうだ。すごくね、これだって第二次大戦が終わって3年後に創業して、今もやってんねん。すごっ。そう考えるとすごいな。そう考えるとすごくない。ボロいんちゃう。じゃあボロボロなんじゃん。って思うよ。ちょっと一回見てから判断してもらっていいですか。僕が行ってきて、おしなさんは行ってないんで、この映像を見ながら、ファースト、ザ・ファーストテイクですね。え、歌うの今日歌ないわスタート。はい、ということでこちらが外観。まあ多分ね、リニューアルはさすがにしてる、1948以降に、うん、じゃないとさ、エンディングで崩れてる映像ボロボロでしたねって言って、これエントランスです。あ、でもなんか老舗っぽい、老舗っぽいよね、絨毯が。そう、開放的、めちゃくちゃこのロビー開放的で、椅子もいっぱいあって。あ、でも椅子の配置がすごいおしゃれ、なんか昔って感じしない。まあ主に和風、和洋室とかもあるんだけど、和風テイストで、これレンタサイクルね。え、去年マジで、去年のホテルもできたんだけど、なんかレンタサイクルめっちゃできる。しかもガチチャリだったよ。そう、ツール・ド・フランス系だった。これおことがありました。おこと、すごっ。おことがあって、でこれね、改めてだけどめちゃくちゃ開放的じゃない？すっげえな。これがなんかライブパフォーマンスみたいのがあって、うん、なんかね、役者田村まさかさんって言うんだけど、コンサートがね、やってくれるんだって。知らない知ってるわけないやろ。ピアノとオカリアピアノとオカリア、そう、すごい。絨毯もこんな感じで、でちょっと次はお土産コーナーを見ていきたいなと思うんですけど、アボラガニ、カニですよね。カニだな、うん、網走なんて海ばっかりあるんだから。モンブスとかも近いもんね。そう、オホーツク海のカニとか。めっちゃ売り切れてる。そう、みんなね、なんか買ってくんだよね、謎に。謎にとか言ったらあれだけど。すっげえ。カニね、これ、サキイカ。そう。これ、芋けんぴとかかと思ったんだけど、ちゃんとサキイカだったわ。芋けんぴ。で、メロンもありますと。うわ、キングルビーだ。これ、フラのメロン、うん。メロンもね、いい値段するね、裏のブランドだと。うん、砂糖よりうまいもん間違いない、砂糖より甘いよ。甘い。でこれね、ちょっとびっくりしたんだけど、なんかレトロコーナーみたいになって、これ初代マック。え、すごい。逆にすごくねこんなでかいの、なんであんのっていう。しかも全然動かないし、空気清浄機みたいな高さやばいやろ、厚み厚、今ね、1センチ以下だから。つくのこれ。いや、今つかなかった。つかなかった。で、この本とかも、まあ、網走に限らず、その昔の本、すごい、川端康成とか。あ、すごい。初代ミッキーはなかった。初代ミッキーやない。初代ミッキー。これはタイプライター。これもレトロだよ。すごい。初代系並べてんだ、ね。そう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 。古いもん。これもう分かんない。分かんない。これ。これギターね、弾き放題。すごい。ちゃんとね、許可取って、ギター弾いていいですかって言ったら、普通によかった。ピアノも弾き放題。で、まあ、リラクゼーションとかもできちゃうね、もちろん。広いな、てか。そう、もう1階が広すぎて。待って、これでやっぱ中央感だな。なんとかか、みたいなのが。これ一応ね、日帰り温泉もやってるらしくて。いいですね。うん。まあ、混雑しがち、夏休み行ったんで、大人1名1000円で行けますと。まだこっちにもラウンジみたいなのがいろいろあって、で、これ一番奥には卓球がね、ところどころ老舗感出てる。昔の卓球できるとね、
さすがに老舗感あるよね。もうゲーセンのゲームも古いわけですよね。で、1階に集結してる感じで、それ以上は、まあ、客室とか大広間とかなんですけど、うん、これが私が宿泊したフロア。何階だっけな ?5 階だっけな。よし、これ夜怖えな。夜怖い。夜怖えな、これ。老舗旅館って夜怖い。幽霊出がちだから。で、これ部屋。部屋マジですごいです。すっげえ。紹介します。わお。まあ、お茶が普通にあるんですけど、これね、なんか、独立洗面台じゃないよ、これ。なるほど。あの、飲料水入れるところ。なぜかここにあるっていう。ユニークな。でも水とかないとこ多いから。ああ、そうだね。飲み水ですよってわかるし。ここにそう、独立洗面台があるから、さっきのがマジで謎に包まれてるんだけど。本当だ。これ部屋、広くね。広くない?ベッドも。え、これ何人、二人部屋?二人部屋、二人部屋。で、あの、床で寝たい人は床で寝れる。だから、4人とかで宿泊するときは、床で寝るみたいなこともできる。あ、これなんか。温泉まんじゅう的な。温泉まんじゅう的なやつ。皿がいいよね。盲腸脈やったの。盲腸脈。手根速根のやつ。これ、あの、あ、え、これしてニポポ。ニポポ。あ、よく知ってるね。よく知ってんね。ふっ、おね。よく知ってんの修学旅行で買った。買ったんや。修学校に。え、びっくりしたわ、今知ってて。うわ、嬉しい。これ L 字ソファーもちゃんとあるんだよね。本当だ。あ、待って、15年ぶりのニポポ。ニポポの要因が、ニポポ怖かったわ。どこにでもいて、うん、夜怖いわ。これ見て、レイクビュー。うわ、えぐくね。網走港目の前。しかもこの時晴れてた。すっげー、うん、え、海みたいね。ネッシーいた。ネッシー、ネッシー、あ、ネッシー、ネッシーに行こい。どっちもいません。そう、これ最高じゃね、部屋だよ、これ。こんな感じで。一番いいとこ被ってた。めっちゃ隠してるわけじゃないわ。なんか見られたくないみたいな。あ、ちょっと夜、そう、夜ムーディーになって、こんな感じで。めっちゃ綺麗だね。で、網走港をちょっと見てこようかなと思って。うんうん、まあ、こういう感じでめちゃくちゃ近寄れるんだけど、すぐ飛び込める感じ、飛び込む、マジですぐ飛び込める。柵とかは一切ないんですけど、オッケーオッケーって何、いや、やってあるで。泳げんのかな、どうなんだろう。ネッシーいるから危ない。ネッシー、ネッシーって何、人に危害を加えた。あ、ごめん、これ晩飯、前浜、前浜、え、これね、すごいです。まず食前酒、サーモンとなんとかイクラのマリネみたいなやつと、うんうんうん、あ、これね、ちょっと最後にあの正式な名前も出すんで一旦映像だけ見てほしいんですけど、これホタテとエビ、マリアージュ、終わった、終わった、終わった、これ、カニですね、めっちゃ美味しかった。こうやって全員みんな買ってくんだ、カニ。そう、カニ美味しかったからやっぱカニ買うっていう人は多いだろうね。これ鍋ですよ、鍋。あの、めちゃくちゃ20分ぐらいあったみたい。これすごい、タラ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 ちゃん、チャイってな、イクラちゃんだった。これ和牛サーロイン、めっちゃうまかった。お皿きれいだ、マジでレベル違う。お皿きれい、レベル違うの、うん。これ夕張メロンサワーみたいなやつ。ほう、なんかだんだんムカついてるわ。なんでよ、呼べや。呼べや。これ鍋ね、鍋も美味しかった。夏だけどね、やっぱ涼しいから鍋合いますね。つみれなのかな。そう、つみれ、つみれ。で、これあのね、クイネップみたいなとこのそば、おといネップとか、クネップ、クネップ、クネップだな。ここ、これなんか最後にご飯出てくるっていうユニークな。すごい。ご飯って最初じゃないんやっていう。スポーツの合宿みたいな。そう。で、最後、ね、フラノメロン売ってたやつですね。わ、みんなこれ食べてお土産買いますから。はい。やられちゃってました、ね。これちょっとあの気になる人止めてみてください。メニューの名前が書いてあります。めっちゃいいじゃん。アサリの炊き込みご飯だったんですか、ね、あ、そっか。あ、これあれ、お、田村、田村、田代まさかさん、田代か、田村だけ忘れてた。田村、田村、田村まさか、オカリナとピアノのハーモニーだから。で、大浴場ね、ありましたけれど、あ、でっか。そう、なんかね、湯船が5個ぐらいあって、ほら、こういう感じ。サウナ、北欧サウナ、そうそう、北欧サウナだったな。広いね、サウナ。うん、結構入れたよ。露天風呂も気持ちよかった。貸し切りの家族風呂も、あ、そうそうそう、一番上のフロアに貸し切りの風呂もあって、だからご家族とかタトゥー入ってる人とかも大丈夫ですという。じゃあ俺はそっちだ。どっち、どっちの理由でや。北海道の入れ墨入ってくる。北海道。財宝の位置分かっちゃうから、ね。はい、ということで、こちら朝を迎えましたけれども。いい朝ですね。これね、雨降ってたんですよ、2日目。
だけどこんだけ網走湖は見れるっていう。すごい、なんか曇ったりしないんだね。うん、全然さすがめちゃめちゃ目の前だからね、さすがに。でここね、ミシュランの北海道の泊まってよかったホテル2012に選ばれてます。すごい、4の赤。4の赤ってなんかどういうくらいなのかわかんないんだけど。わからない。4なのか数字で表してるかどっちかわかんない。これ電車もね見えます。おお、焦った。ただね、最寄り駅はないですから。怖っ。ないというかあるんだけど、徒歩40分とかそのぐらいの多分最寄り駅とは。これ1個だけ紹介させてください。これランチをしたんですけど。おしゃれ、ログハウス。うん、ログハウス的な、ロッジ的なカフェグラスルーツっていうホテルが押し出してたランチのお店で、うまそう、うん、めちゃくちゃね美味しかった。これメニューちょっと今見せますけど、まず内装がいいよねこれ。やばい、うん、こういうとこってプロペラなりがちだよ。なりがちだなでおしゃれだし、うん、いいね、うん、ハニートーストプレート美味しそう。めっちゃすごい、なんかほんと山の中にポツンってある。これカレンダーなんだって、石でできてる。え、すごすごくない。でこれ船、なんでこれガチ薪ストーブね。ガチなんだ。ガチ薪ストーブもあると。すっげえ、ちゃんとこういう上もつながってますから、ガチ感が出てると思うんだけど。うわ、でパスタとか。なんでパスタだけ写真あんねんあるよ全部。え、ハンドドリップ最高じゃん。そう、コーヒーうまいよねこういうとこの。見て、星名コーヒー大好きだから。チキンカレーとオムレツね。これ絶対うまいマドンナだから、マドンナ。しかもホワイトソースだってオムレツで珍しい、うん。ピッツァ。さあ僕は何を食べたでしょうかな。いやー、これオムレツだな。俺はもう相方。あ、カレーでした。ね、なんだよ、ちょっと待って、止め、え、なんで止めて、止めて。止めよう、止めよう。一旦止めます。こういうとこはさ、素材の味をさ、すべて生かしたもの、うん、はいはい、あるやん、いろいろ。カレーだってどこ食ったってカレーだべや。マジでさっき食った三好のと一緒、味は。ふざけんな。はい、ちゃんとオムレツも食べましたよ。よかったよかった。いや、うまそう。いや、これね、白のホワイトソースがマジでうまかった。いや、うまそう。飛んだ。飛んだ。飛んだ。カレーなんて食ってる場合じゃない。じゃあ、ということで朝食に行きますけれども。朝食はね、あの、宴会場みたいなところに会場があります。あの、老舗にしかない椅子のやつ。円卓みたいなやつかな。ちゃんと網走湖を見ながら食べるゾーンもある。どこの家具屋行ってもこの椅子見つけられない。で、これ僕が選んで。この六角形使えないですかね。これね、キャパ余るんだよね。これやっぱり俺が。シワラル、この皿をさ、皿の上に置くっていう。俺、朝食盛り付けデザイナーの資格取るわ。いや、と、だから失格だよ。そう、だから、下手くそだから取るわ。牛乳もちゃんと飲んでますよ。これさっきのとこ乗せえや。確かに。温玉。温玉は別の男の子。これ、つみれのシチューが美味しかったです、ね。びっくりした。さっきのカフェから盗んでた。おい、盗むか。ホワイトソース。だから、これもさっきのとこ乗せえや。うんなぜかね、いつも取り方ミスるんだよね。これティラミス。あ、ラス1で取れた。え、ティラミス、そう。朝からティラミス食べちゃう。海苔ね。海苔。え、めっちゃ尺使うじゃん。全然ありつ。うん。海苔見て。これちょっと MVP を紹介していくんだけど、海鮮漬け。え、うまそう。やばかったね、醤油漬けで。で、これね。食べるラー、サクラ。そう。キクラゲ。キクラゲ。うん。あ、うまそう。ラー油キクラゲ。めっちゃ美味しい。で、これ、ししゃもきくらげ。これ、ちょっと MVP だったな、この二つ。え、マジで気になる、うん、どんな味？ししゃもときくらげが合わさった味。で、これ、いくらね。いくら丼。なかったことにした。あ、美味しい。これはもちろん。いくら食べるでしょっていうね。当たり前だよ。うん。はい、ということで、ホテル網走こそ見ていったんですけど、どうでした？とりあえず、今車あるじゃん。うん。網走行けるよね。ちょっと待って。行ける、行ける。9時43分。朝食には間に合う。朝食には間に合う。朝食には間に合う。老舗のいいところとか、あ、そうそうそう。を残しつつ、現代にも楽しめるような、そう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 。ものと、こう、しっかり。サウナとかもあるし。ちょっと面白かったのは、あの、おかみだ。おかみ。おかみ。おかみってなかなか見なくない？最近見ないね。そう。一人当たり一泊、まあ、2万4000円。うん。でも多分ほぼ一番高い時期なんじゃないかなと思うんだけど、もうそれでこんだけ充実してたら全然元は取れました。確かに1万5000円ぐらいじゃないから2万円ぐらいじゃない。そうだね、大体平均はそんぐらいだと思う。予約は概要欄からお願いします。じゃあ創業100年目指して頑張りましょう。頑張ろうはい、じゃあホテル動画以外にもいろいろ北海道の動画出しますので、チャンネル登録お願いします。それではしっけしっけ